ゼロを見てない人はんってな確か部分があるっていう、うんうん、ガイルトンみたいなやつね。あ私あそこガルザは生きてて欲しかったなぁ、まあ、せっかくねずっと結構ちっちゃい頃から、うん、あのキラメインの場合あれじゃないですかその相棒が、うん、宝石じゃないですか、うんうん、それは新しかったですよね、うん、なんか確かにね、うん、そうですね車と宝石っていうダブルモチーフなわけですよね、うん、そうです、うんうん、で最初は普通の宝石なんだけど、うん、ジュールが絵に描いてああいう形にしたじゃないですか、うん、そうですそうです赤は消防車ってファーンってやってね、こうトランスフォーマーみたいにガチャガチャってやってそう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 で全部描いて全部新しくしちゃったっていう、うん、あの能力欲しいですよね欲しいですね、うん、絵に描いて絵に描いてファーッと出せるっていう、うん、一番のインパクトはすごかったですねああ確かにね、うん、もうガーって描いてひらめきイングと言って今年何が始まるんだろうって邪魔してるじゃんみたいなレッドまさかの他の戦隊の邪魔してるみたいな戦ってるとこ邪魔してめっちゃ絵描いてるみたいな4人が戦ってるとこでこうやって絵描きながらやって赤大丈夫かと思いながらルパンレンジャーとリュウソウジャーのコラボのやつの時に、はい、キラメイジャーのゼロ話が確か、うん、ああなんかありましたねそのゼロ話から次テレビ放送で1話っていうのに確かつながってたじゃないですかそれ新しかったですよねなんか、うん、そうですねなんかゼロありましたね、うん、そういえばゼロはあの時にまだそのレッドは変身してないんですけど他の4人が変身しててそっからのつながりではい一テレビの1話に行きますっていうの、うんうんうん、だからゼロは見てない人はんってな確かに部分があるっていう、うんうんうん、で一回そのコロナになっちゃった時に総集編になった時に一回そのゼロ話が放送されたんですよね、うんうん、確かゼロ話やってその流れで1話やってで1話のなんかその未公開シーンもプラスして放送したっていう、うん、そうだからイレギュラーなことが結構イレギュラーでしたね、うんうん、放送回数もだって他の戦隊より少ないってことですもんねそうです8話ぐらい少ないって確かに、うん、でまた最終話の時に戦い終わっちゃってみんな散らばるじゃないですか、うんうん、で一回みんな集まるた時があったんですけども、うんうん、その時も確かそこには行かずにリモート的な感じだったんですよね、うん、そうですそうですそうですあテレビ画面とかではなく、うん、なんかそうバーチャルリアリティ的な感じで、うんうんうん、そう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 あなんか時代かなって思いながらそうあのリモートシステムちょっと欲しいですけどねそうですねあれ私も思いましたそうそうなんかあのカチャって入るとその空間がビヨーンみたいな感じ でもうその空間がもうそこにいるみたいなそう、うんうんうん、だそれ使えば例えば家でそれ使ったら今ここにいるみたいな感じの、はいはいはい、新しいですよね新しいですよもうそのうち本当にできるかもしれないですね技術的にねバーチャル世界的な感じで、ね、そしたら時間もギリギリでも確かにただ頼りすぎると人間ダメになってしまいそうですね。そうですね。こうやって集まることに意味がそうですありますね。なるほど、うん。キラメジャーで好きな回あります？一番やっぱ映画のあの焼肉が印象強いのとあとあれですよ。万力のやつ。あのブルーの。ああのこう。あれは覚えてますね。うんすごい我慢をするっていう回ですよね、うん、その頃、うん、頭にキリキリキリ痛いはずなのになぜか我慢してるっていうあれだって映画でも万力つけてましたよねなんかあそうですそのまま撮影に臨むっていうそ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  そうでなぜか監督 OK しちゃうっていうそうで周りがなんか頑張って殿を守りするんだみたいな斬新とかあれは面白かったですねどうです私はあのジュールを嫌ってたあのクラスメートの女の子、はい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 、ボンとの怪人くっついちゃうんですあーなんかありましたねそれで、はいはい、逃げてこうやっても途中で一緒に戦うというかこうアクションをちょっとしながらで最終的にもう離れてるはずなのに手を握って離れないかわいいあの時に確かジュールがレッドってバレたそう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 ですよね確かに最初はそのレッドの状態でくっついてて、うん、そうですそうですそうです、うん、変身解除したらあれみたいなそうですなったんですよねめっちゃ暴言吐き始めてあらーみたいなさよちゃんがあの本性が出てきちゃったっていうそ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 うあの回がちょっと自分の中では、うん、僕結構後半になるんですけども悪い人いたじゃないですか誰だヨドンヨドンじゃなくてガルザガルザガルザでしたっけ元あのキラ
あのあれでしょ、王様の弟だったガルザ、ガルザ、ガルザ、あのガイルトンみたいなやつね。王様の弟が最終的に良くなっていくっていう、あの、うん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 、確かそうだったじゃないですか、うん、あの回が好きですね僕。確かに利用されてたんで。そうですね確か。で本来のものに気づいて戦うっていうでしょうね、うん、そうだけどもなんか特攻してたのかな、なんかとにかくみんなを守って、うん、そうですよね。確かああいう回が僕一番好きなんですよね。私あそこガルザは生きててほしかったなって、うん、まあ、確かにせっかくね、うん、ずっと結構ちっちゃい頃から洗脳されて、うん、そうですね、でずっと悪い心でいて、うん、最後いい心になったんだから最後はなんかお兄ちゃんと仲良く、うん、まあお兄ちゃんなんか鳥になってましたけど、そうですねしてほしかったかな。そう、それはね思います。でもなんか流れ的になんか、うん、死んじゃうような予感はしたんですけども、うん、いつもの流れだそうじゃないですか、うん、例えば、アバレンジャーの時とか、うん、アバレキラーの時でも、うん、最初ずっとあれだったけどで最終的に良くなったんだけど死んじゃったじゃないですか、うんうんうん、そう、リオメレとかもね、そうです、うん、あれも若干ずれちゃうんですけど、うん、キングオージャーでも、うん、ラクレスが、うん、もしかしたらって僕は思ってる。私も思って、絶対私もそう思ってますよ。ラクレスはちょっと今後半じゃないですか、はい、ラクレスもしかしたらって僕思ってるんですよ。私もそう思ってます、うん、ラクレスそろそろ、あ、怪しいですね。怪しいですよね、こう流れだと怪しい雰囲気が、うん、リュウソージャーの時にナダだったかな、はいはいはい、あれも最終的にやっぱり、うん、あ、そうでしょ、ね、確か、なくなっちゃうんですけど、うん、その時になんか武器になるんですよね、マスターが手袋型のナダが、うんうん、ナダが化身なのかな、なんかこう 武器になるんですけど、あれが確かクリスマスかなんかの時期だったんですよ、お正月から。おお、そのクリスマス商戦それで行くかと思ってナダの遺品で行くのかっていう、それがちょっとリュウソージャーの、うんうん、残ってること。そう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 。ナダこそあれですよね。その後いろんなとこで見ますよね。見ますね。いろんなドラマとかで、うんうん。僕逆に見てないですけど。あ、そうです、ね、はい。結構いろいろ、あ、またナダだみたいな。そう、結構刑事ドラマとかにも出てたりとか。逆にメルトの人をバラカモンで見たんですけど。そう、最近メルトも出てて。ね、メルト髪の色じゃないですか。わかんない。わかんない。僕も最初気づかなくて、うん、で後からあれ。思ってそう、ツナ君そう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 、青じゃないと気づきにくいっていう、で役柄も全然違うじゃないですか、うん、まあでもそこが俳優さんのすごいところであるんですけど ね、まあ、ね、でもそれで言うと今日からだったかな、目覚ましテレビ の、うん、はいはい、1月のゲストアナウンサーっていうんですかね、そういう人、はいはい、その方がカナロです。ああ、6人目の人、そうそう、はいはい、がへー、パーソナリティっていうんですか、へー、目覚ましの1月の、そうなんですね、そう、ちょっと前までメルトがやってて、はいはい、で違う人がクッション入って次カナロが来て、リュウソージャーつながり、リュウソージャーつながりで、お、兵藤くん出てきたと思って、なんか我々からするとやっぱり改めてどっかで出てくると、うん、役名で見ちゃう、いや読んじゃいますね役名で読んじゃいますね、さっきのナダとかも、うん、本来の名前じゃなくてナダだって、ナダだってそうなっちゃいますもんね、そうなん、個人的にはなんか、うん、キラメイちゃんの6人はあれからさよちゃんは突破に出てます、突破交番の小坂大魔王さんも、いろんなところで見せて初めから出てらっしゃった、そうです、レッドとグリーンの子が結構際どいドラマだったんですけど、赤いリンゴっていう、うん、